なんか森さんとかもどういうモチベでずっとやってたのかなとかはめちゃめちゃ気になるとこはあるんですけど、今も現時点そうじゃないですか。まあそうだね。でもね、それはね、今22年目で随分とやっぱ変わったよ。男優始めた時は、まあ、もうそれこそ僕も知る男優からだからさ、AV 女優ってっていう存在に勃起するのよ。あ、でもそれはめちゃめちゃ嬉しいですよね。要は自分のなんかその背負ってるものに一回勃起してもらえるんですよ。背負ってるの背負そういうこと。あーちゃんがデビューした時っていうのはさ、18歳でさ、そうですね、もう乗っけてる方が多かったじゃん。そうですね、18歳元芸能人、うん、でも元フラッグアイドルなんかいろいろなんかいろんな肩書きばっかり乗っけてるもんに勃起よ。でもなんか逆にプレッシャーも感じましたけどね。そもそもほらそんなにすごくないじゃんとか思う。へなんかこう感動すらしてくれるファンの方しかりね、うん、いっぱいいますけど、うん、でもそんなにすごくないけど、ふと開けたらこれやんとかなんかいろいろ思いましたよ当時。初めて10年ぐらいは視聴者とかユーザー的な目線で、元芸能人がやっぱりステータスとしてはすごく女優としてはなんかさ背負ってるもんが大きいけどでもね、元銀行員とか一番最初にね、初めてセックスした女優さんっていうのは、ガチの人妻だったのよ。それでもすごい興奮した。確かに。いろんなね、妄想の中にあるシチュエーションが実現したりとかするわけじゃないですか。うん、じゃあ、それを言ったら森さんって、うん、ある種、鬼夢あることを言ってません？ね、その下積みだろうが何だろうが、うん、やっぱそうやって、少なからずこう、まあ、みんなが多分画面でしか見れないことを体験しながら今ここにいるわけじゃないですか、うん、そうなのよ。逆にさあーちゃんはそのエロのモチベーションってあったの？女優として気持ちよくなるぞとか1ヶ月に1回の撮影楽しみみたいな。あの全然なくてやっぱそうなんだ。全然なくて、うん、結構周りの、うん、あの松さんだったりとかは、うん、ありますよ、言ってます。あの月一楽しみとか。それは何？回ってないとこでガチの、の、ま、もうガチの回ってない、カメラ回ってないとこの普通の会話で、いやもうなんか月一のエッチだからみたいな、しかも彼氏よりかもう上手いから男優さんはみたいなとかめっちゃ聞きましたけど、やっぱ天才だなって思いながら天才だなって思いながら聞いてた。いや向いてるわみたいな思いながら聞いてましたね。逆にさ、楽しみじゃないのに月に一回セックスしなきゃいけないってさあ。でも逆に楽しみじゃないとか、うん、不快で行ったわけじゃない。これでしょ。それもありますけど、女優のモチベって何なの？何ですかね。売れるぞなの？よくできたなっていつも思う。よく何年も一応女優さんとしてこうそこにいたなと思う。だって復帰もしてるじゃん。一応復帰もして、復帰した時はお金なくなったんです。復帰したんです。あ、じゃあこれだ。そうそう、わかりやすく。復帰した時は復帰するなら今だぞぐらいになんか煽られたんでやったんですけど、そんなにお金めっちゃ欲しいわけでもないしみたいな。男優はでもやっぱみんなやりたいの時期があって、でそこからちょっとさ、あのキャリアを積んでくると、うんうんうん、男優として上目指すぞみたいなモチベーションになってくるんだよ。やっぱ一番取るぞじゃないけど、一番っていうかね、まあそうだね、まあ一番か、唯一無二になるじゃないですか男優さんって。結構ベテランさんになればなるほどそうじゃないですか、ね、この人はこれ、この人はこれみたいな、うん、やっぱ圧倒的な得意分野っていうか見せ方得意分野みたいな。そうそうそう、締めの絡みで任せられるみたいに、うんうん、鳥みたいな。そうそうそう、ね、そうなってくると、まあ、台本見てランク付けが分かるわけだよね。今まで全然知らなかった男優の名前が書いてあると、誰だこいつみたいなね。あ、どっから湧いてきたみたいな。湧いてきた。そう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 。そのベテランさんでも、うん、ちょっと脅威だなって感じたりするんですか？あのね、もう僕ね、あんまりそこの男優の中でのマウントのモチベーションあんまなくなってきちゃって、逆にね、もう22年やってさ、42なわけよ、うん、男優の黒田君を。あ、知ってます知ってます。クロちゃんとも話したんだけど、僕たちさ20代前半で始めてんのね、うん、で20代前半の時に40代の男優見て、うん、早くやめろよ親父と思ってたのよ。二十歳前後の女の子がさ、うん、40のおっさんとセックスするってさ、うん、異常な世界じゃん。でそれの世代になったからさ、うん、申し訳なくってさ、うん、逆にね、18でデビューしたあーちゃんが思うには、うん、なんかあんまり若い人じゃなくてよかったなっていうのはありましたよ。圧倒的な安心感なんですかね。あのあーちゃんのお父さんと同い年だよとか言われるのどう？言わなきゃよかったのにと思うでしょ。それ言わなきゃよかったのにと。すごく年上の人が好きとかは全然ないんですけど、うんうん、ただ現場に行った時に、うん、
うん、若い人じゃちょっとこれは無理なんじゃないかなっていう、なんかこうなんか謎の安心感とかリードのされ方とか、うん、その年代の男優さんだからとか、まあ、30個超えてたとかね、まあ、確かにするといいのかなって気がします。今はもうそれだけでやってるかもしれない、そのね安心感とか包容力とかね。そう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 、それめちゃめちゃやっぱデビュー当時の若い、まあ重要か、女優さんとかは安心かもしれないです。若手男優とベテラン男優で、うん、女優さんとの接し方に安心してもらおうが前面に出るベテランと、うん、一発くどいてやるぞぐらいの、俺のテクニックかましたれみたいな。そうそうそう、ねね、そういう若手とで距離感がねあるのよ。全然違います。わかるよね。わかります。そんな大げさに出くわしたことあるかどうかって伝えですけど、うん、ただそういうよかなんていうか距離感のはわかります。やっぱ俺メインで来る男優さんいるじゃないですか、うんうん、女優さんがもちろんメインだけど、うん、俺も売りたいみたいな。俺も売りたいね。そう、そういう意味ではね、潮吹きの後の手のさばき方に出るかな。顔にも出ません。顔に出てるんだ。映ってないっつうの。どんな顔してんの。満足感。急に冷めるよね。めちゃめちゃこっちは冷める話なんですけど、でもこれは AV あるあるっていうか、まあ男性のねこの潮吹きのそのちょっとあるあるで、ちょっと一瞬なんかもう自分で勝手に満足してみてる。潮吹きしたぞのドーダー系の人は最後のこの手をね、ちょっとと残すんだよね、絵に。下駄感をね、ちょっと一瞬アピールするのよ。ちょっとよく見てください。ここ見てる視聴者さんは、うん、多分 AV 見てる派の人たちなので、うん、確認できるよね。潮吹き系の AV あるあるで、手を抜く、ちゃんとこう抜く系か、ペッペッてする系か、結構あると思う。あると思うわ。ダイヤさんの顔映せないから、あえてそういう表現わざわざ映してる場合もありません？あるね。ありますよね。黄色い時はそれはまた困っちゃう、ね。あ、黄色いとダメなんでしたっけ？現場レベルで言えば変わんないんだけど、うん、色味がついてるのがユーザー受け悪いんじゃないかって思い込みはある。あんちゃんが勝手に思ったのは、うん、結構、その、じゃあ塩系のものを撮りましょうっていう作品の時に、うん、ビタミン系のものを飲まない、ちょっと控えてくださいっていう指示があったりするんですよ。うん、それでも出ちゃった時とかに、うん、もしかしたらこれって放尿プレイに変わったりとかするから絵面的にダメなのかなみたいな。黄色だと放尿のジャンルになるのかなとか思っちゃってた時があるんですけど、そうではない。でもあれあれですよね、そのこうエナジー系のドリンクはちょっと色がついちゃうから、いやーついちゃうよね、やめましょうみたいな。ドラマってどうだった？あいつのドラマものはめっちゃ、いや苦手でしたね。それはね、セリフ覚え、それともセリフを感情移入して言うのが、そう感情移入して言うのが何せ、うん、やっぱそのたどり着くとこがエロじゃないですか、うん、年齢に合うような内容の時はまだ良かったんですよ、うん、まあ彼氏とイチャイチャ系のとか、うん、ちょっとお姉さんっぽいのとか、うん、まあ会社員みたいなのとか、うん、まあ看護師さんとか、うん、なんかそういうあるじゃないですか、うん、職業系のやつとか、うん、ああいうのは本当に多分私見れないです。もう見れない。想像つくわ。全然見れない。だから逆に今多分その当時見てくれてたユーザーさんとか、あーちゃんこんなに喋ってるの、えって思ってると思う。この人こんなに喋る人だったのって思ってるかも。こう言われたことあったんですよ。なんだろう、マジで本当クソ演技ぐらい。クソ演技。声だったりとか喋り方とかが多分若干変わってるんですよね。なんか結構言われるんですけど、だからあんま芝居向いてないんですよそもそも。全然それはいいんですけど、クソ芝居書かれた時はもう別にどうせセックス見せるのがいいじゃんって開き直った時はあった。それさ男優の開き直りよ。いや、よく走れましたね。走り切ったね。だって結構芝居のメーカー出てたでしょ。出てましたね。もう私はクリアすることが目標だったんで。まだね、好きな話はいっぱいあるんで、ちょっと、はい、できればまたお呼びして、はい、お話ができたらなと思います。今回はぜひ見てる人が思う AV あるあるをコメントにください。はい、チャンネル登録と通知もよろしくお願いします。あとぜひぜひ森橋健二さんのチャンネルも見に行ってください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。